ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2024年、10月の4日金曜日です。今日はちょっと外は今曇っていますね。雨が少し上がって曇りになりましたね。明日は晴れますね。今日はラジオ深夜便9月号から新介護百人一首中からお送りしたいと思います。これは選者より、選者は今日は春日泉さんという方であります。行ってみたいと思います。肺炎に咳込む我の背をさする妻のその腕また細くなり。肺炎に咳込む我の背をさする妻のその腕また細くなり。いやー、介護のなんかそうですね、しんどさというんでしょうか。でも奥さんの愛というんでしょうかね、いろんなものが感じられますが、選者よりの言葉を読んでみたいと思います。激しい咳をすると懸命に背中を誘ってくれる妻、その腕がまた細くなりのまたに妻の介護疲れを思いやる作者の心情がよく表れています。妻のその腕のそのによって妻の腕がクローズアップされ、老老介護の日々のお互いをいたわり合う姿が映像のように浮かび上がります。いやー、そうですね。まあお互いに健康ね、元気、何かで、まあこういう百人一首などでも元気をねもらいますよね。これは歌は、辛いとこのとか読まれてますが、でもこれ読むことによって、これ読んでこれまたこちらにもらうことによって、こちらが元気になると、読む方が元気になるという効果もこれありますね。肺炎に咳込む我の背をさする妻のその腕また細くなり、ね、これ92歳の方が読まれております。続いてまいります。車椅子に座布団2枚で妻乗せる、夫の夫を書いて妻と言いですね、妻乗せる、ますます薄くなりし、いさらい。わあ、これね難しいですね。ますます薄くなりし、いさらい、まあ座布団を2枚乗せるというんですからね、まあ、夫の、まあ、体のことはちょっと想像できますね。次の歌は、車椅子に夫を乗せるとき、お尻が痛くないように座面に座布団を敷くのですが、1枚では足りず2枚敷くというのです。それだけお尻の肉が落ちてしまったことを悲しく見つめています。いさらいという古い言葉に品格があり、夫の存在、その体への敬意が感じられます。いずれも相手の小さな体の変化を見逃していません。その眼差しに深い慈しみを感じます。春日泉、これが選者の言葉であります。車椅子に座布団2枚で妻乗せる、ますます薄くなりし、いさらい、ね、これは76歳の女性が生まれております。久しぶりに介護百人一首を読んでいましたが、なかなか味わいがありますね。じゃあもう一度ね、一首を味わってみたいと思います。肺炎に咳込む我の背をさする妻のその腕また細くなり。92歳の方が生まれております。車椅子に座布団2枚で妻乗せる、ますます薄くなりし、いさらい。76歳の女性が生まれております。介護の歌というのもね、いや今また私もその道をね歩んでいくことになるんですね。まあそう思うとですね、まあ自分事としてこう感じることができますね。介護の百人一首、味がありますね。でもそれを読みながらまた自分のモチベーションをアップする、これを歌に、読むきっかけの歌に
したいと思います。また、ごきげん。